こんにちは、ハルです。お世話になってます。本日は、英語長文の精読と速読ができるようになるためのトレーニング法についてお話ししていきたいと思います。よく、精読と速読は、ついをなすものとして議論されることがあるんですけども、実はこの2つというのは密接に関係しています。というのも、精読ができないと、速読はそもそもできないというわけですね。 ここで速読っていうのは問題を解くために必要な情報をスキャニングしてピックアップしていく速読ではなくて全文を読みつつ素早く理解する速読のことを言っていますでそもそもですね、精読ができないと結局問題の意図であるとか文章を理解できずに問題を解く前に何度も読み返しをしてしまうので速読というのはできないわけですねなので今回は文章を正確に読みつつ なおかつスピーディーに理解できるようになるためのトレーニングをご紹介したいと思います。やっていただきたいことは次の3つのステップです。まずは1つ目、英語の長文を用意してください。資格試験の問題集でもいいですし、VOA などの海外のニュースサイトの長文でも構いません。ただ気をつけていただきたいことは、自分が単語を9割以上知っている長文を用意してください。そうじゃないと、 読んでいく中でわからない単語が出てくるたびに辞書やインターネットで調べて単語の学習になってしまって本命の読解スピードと読解力を鍛える練習ができないからですねなので単語については自分が9割以上もう知ってるような優しめの長文を用意してくださいステップの2つ目2つ目は用意した長文をノートに書き写すあるいは印刷をしてください ま、これは言わずもがなかもしれませんが、問題集などを一周した後に、また最初に戻って何周もできるように、直接書き込むではなくて、印刷するもしくはノートに長文を書き出してください。そして三つ目。これが一番大事なステップです。ここでは何をやっていただきたいかというと、文章の骨子を見抜いて訳していってください。骨子を見抜くとはどういうことかというと、その文章において、一番重要な部分、 意意味味のの中核ををををす部部分分ししっかり見抜いてててそれ以外の部分と優先順位をつけて意味を訳していくことですこのステップについては今回ご紹介したトレーニング方法の中で一番難しいなおかつ一番重要なポイントなので実際例文を用いて一緒に公文分析を進めながら手元を打ちながら解説をしたいと思います早速どうぞはいまずやっていただきたいのは動詞を見つけてください この時に分子や不定詞には気をつけてください分子や不定詞は副詞的用法や形容詞的用法を持っていて名詞や文を修飾することはできますが動詞としての役割はないですなのでそれらを見つけても動詞と勘違いしないようにしてくださいそうするとこの場合の動詞は has increased ですねそしたら次にやっていただきたいこととしてこの見つけた V の前の名詞部分を全て主語 S としてください こここの場合だとここが主語になりますよね。そしたらその後にやっていただきたいのは見つけた動詞の後ろの部分で前置詞を探してくださいそしてその前置詞より後ろの部分は全て就職語句「M」としてくださいこの場合「by が前置詞としてすぐ見つかるかと思いますでこの「M」は補足情報だと「 思ってくださいこの M の部分は文章にとってあってもなくてもいい補足情報の部分だという風に考えてください逆に言い換えるとこの前置詞よりも前の部分っていうのはこの文章の骨詞の部分なのでこの文の中核を担う部分になりますなので意味を考えるときに優先順位を頭の中でつけてこの骨詞の部分を第一優先そして この全地以下の部分を第二優先としてまずは第一優先の部分に注力して意味を考えるそしてその後に補足情報の部分については、まあ、補足程度に後から意味を付け足すこのような考え方で文章を訳してみてください。クリントントミュージアムへの来場者数が増えた。これがこの文の骨子の部分になります。 であとはもう補足情報なので後から付け足して読むぐらいにしてください。で補足は何って言ってるかというと50% compared to last year なんで去年と比べて50%ほどというのが補足としてありますよね、はい。これでこの文章の意味は正確に理解できたかと思います。これが文章の骨子を見抜くということです。はい この文章についても同じことをやってみましょうやりたいことは一緒でまずは動詞を見抜くそしてその前を主語としますその後に前置詞を見つけるこの場合「FROM」ですねそしたらそれよりも後ろを「M」とするとこれで OK ですねで「Receive」という他動詞の後ろに来ている名詞は「O」目的語にならなければいけないので「O」としてくださいそしたらこの「M」の部分は優先度は低い そしてその前の部分っていうのは文章の骨子なので優先度が高いですよねじゃあこの骨子の部分を訳すとお客さんは10%のディスカウントを受け取ることができるこれが骨子ですこれがこの文章の一番重要な意味ですあとはもう補足情報ですが我々の通常価格からこのクーポンでという意味ですね2つ補足情報があるような感じですねこれで文章の 意味は正確に捉えることとができたかと思いますこのクーポンを使うと通常価格から10%のディスカウントを受け取ることができますといった意味になりますね、はい。最後少し長めの文章を見ていきたいと思いますがやりたいことは一緒です。はい、まずは動詞を見つけるその前を主語にしますでその後に前置詞を見つけて前置詞より後ろを就職とします。 この時なぜ「プロバイドの前で区切ったかというと provided that っていうのは接続詞 if と同じ役割を持っているのでこれは2文がくっついている文章になりますのでこの後ろの部分についても同様なことをやっていきますまずは動詞を見つけるそしてその前を主語にするそして前置詞を見つけて前置詞以下の部分を就職を m とするはいこんな感じですねで最後にリターン他動詞の 後ろの名詞は目的語 O ですね。これで完成だと思います。はい、まずは前半の文章の優先度の高いコッシの部分を訳していきましょう。あなたはどんなアイテムでも返却することができますという意味ですね。これがコッシです。あとは補足情報に過ぎません。within 14 days of purchase 購入から14日以内にというのが補足情報であります。これで前半の文章の 意味は正確に理解できました。では、2文目についても同様に、まずは骨子の部分を訳すと、それは使われていないと訳すことができます。そして、in 以下はエチオネルパッケージングなので、元々のパッケージの中にと意味になりますね。そして、ここは覚えておかないといけないのが、先ほどプロバイダットっていうのは if と同じだというふうに言いましたが、if は条件を表す副施設になりますよね。 なのでこの後半の文章を条件として考えるとそれが使われておらずもともとのパッケージの中にある条件で「あなたはどんなアイテムでも返却することができます」と。で購入日から14日以内にといった文章になります。はいいかがでしたでしょうか。今回ご紹介した方法を使って 用意しした長文を訳てていって演習量をこなしていくと次第にこのプロセスは頭の中だけで完結できるようになってきてスピーディーになおかつ正確に文章が読めるようになってきます。 実際、学校教育で習った公文分析はもっと細かなルールがたくさんあったかと思います。例えば、形容詞はどの格好を使う、副詞はどの格好を使うとかっていろいろあったかと思うんですけども、そこの勉強はあまり本質的ではないので、今、覚えてないという方はそこを勉強する必要はないかと思います。実際私は 文章を公文分析する際に使っているのはせいぜい SVOCM の記号とスラッシュぐらいですね。実際に英語の資格試験などで文章を公文分析しなさいといった問題は出ないですし、公文分析を文中に書き込んで行うことっていうのは稀ですよね。というかほぼないかと思います。なので、今そういった細かな公文分析のルールを知らないという方は、 それを今から学び直す必要は全くなくて最低限スラッシュと SVOCM の記号だけ覚えておいて自分がしっかりとその文章の骨子を見抜けるように普段の勉強から、えー、公文分析を行っていければ十分だと思います勉強のための勉強をしないように気をつけましょう本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございました